が、将軍は戦場に行くたび派手なことをしたがる。これで情報を聞き出せる奴が半分以上いなくなった。昇級と風霊の居場所を知っている奴だっていただろうに。生きていてくれなきゃ困る。俺のような護衛は将軍の傍らにあるトルに足りない影に過ぎない。だが昇級は違う。あいつの献身的な治療がなければ今の将軍はいなかった。あのよく回る舌で時間を稼いでくれているといいんだが。おい、周りを調べてもらえるか。生きているホリジンがいたら教えてくれ。そいつらの口がどんなに固かろうと俺なら情報を吐かせられる。恐ろしい一撃だった。まさかあれほどの力が古族の先祖の手にあろうとは。潔く、それでいて残酷。ここまで落ちぶれた我らよりもあの女の方がドゥーランの末裔に近い。選手が興味を持つのもうなずける。優秀国に侵入した族だ。モードゥ、お前はどうやっても死なない。しぶとい虫のようだな。自分から姿を見せてくれたおかげで手間が省けた。ここで降伏しても遅くはない。風霊、それから昇級はどこにいる。いえ悪あがきはよせ、妖精の猿め。獣は皆罠から逃れるためなら片腕を落としても構わないという道理を知っている。私は今日その片腕になるのだ。長きにわたる狩猟生活の中で選手に付き従ったのはほんの一瞬に過ぎないが、あの方の存在は星宮の月のように先が見えなくなっていた我らの視界を開き、道を示してくれた。ドゥーランの末裔は狼の刻印に背いた。生き延びるためとはいえ闇の中に隠れ同胞を貪ったのだ。もはや我らは狼ではなくネズミのような下品で哀れな存在になってしまった。だが風霊様の恩恵により私たちは彼の広い見識と老血を賜った。ドゥーランの末裔は狼の群れの勝利のために生き、勝利のために死ぬのだ。来い妖精人、その爪と牙を見せてみろ。貴様と私どちらかが生き絶えるまで戦おうではないか。これは驚きだ。犬風情が他者に尽くそうとするとは。だがお前は一つ勘違いをしている。ここに一対一の公平な決闘など存在しない。俺たちに敗北した後もその態度を貫けるといいな。生死の血が我が体内で湧き立っている。風霊様万歳。ホリジンの復興は必ずや果たされる。ホリジンの復興。お前たち千年前と同じように侵略と虐殺ができると思っているのか。ふ、それは死の淵に立った者が見る都合のいい幻だ。俺たち妖精がそれを証明してやる。来い、この程度の傷で引き下がる私ではない。しても持ちこたえなければ、ホリジンの復興は必ずや果たされる。どんなに壮絶な犠牲を払おうと
ホリジン、お前たちの戦いと死は名誉に値しない。モードゥは願いを叶えたようだな。フーレイ、お前の宣戦布告計画は失敗に終わった。この先どこに逃げようと秘書将軍がお前を捕らえ、モードゥと同じ末路をたどらせるだろう。貴様の口は爪よりずっと鋭いようだ。だが邪魔をするな小僧。貴様らの将軍と話をさせろ。あの女との狩猟ごっこはまだ終わっていない。下がりなさい、モゼ。私はここにいるわ、フーレ。一体どんな話がしたいの？天撃将軍、我々は戦場で顔を合わせたことこそないが、ここまでの道中、貴様の部下と医師から興味深い話を山ほど聞いた。先週は大胆だな。堀の血が流れる先導、将軍の座に着かせるとは。貴様の血筋を疑う者はいなかったのか？それともその輝かしい功績で人々を黙らせているのか？戦場で自身と敵に関わりがあることを告げるのはある種の慈悲を乞う行為とされている。フーレ、あなたは私に慈悲を求めてるの？貴様には狼の残忍さだけでなく、狐の狡猾さも備わっているようだ。それはホリジンからの贈り物だ。俺には自分が送ったものを回収する権利がある。天撃将軍、最後の正体を出そう。強報官で待っている。貴様が来る前に俺は大虐殺を行い、この700年間輝きを失っていた暁を再び白動させ灯らせる。人々が注目するあの船を血に染め、戦衆がいかに弱く無能であるかを世に知らしめるためにな。そして俺は強報艦に乗り、あらゆる障害を乗り越え、故郷への帰路につき、あの艦船を堀最高の帰還とするのだ。それが成し遂げられるまで貴様には俺を止める、もしくは俺に殺される機会がある。これが貴様のために用意した道だ。その挑戦受けて立つわ。覚悟しておきなさい、フーレ。強報艦に足を踏み入れた瞬間からあなたは死への道を歩み始めることになる。